お疲れ様でーす。はい、というわけで今回は岡山県の笠岡市の住吉港に来ております。はい、もう今回めちゃくちゃ楽しみな撮影でございます。うん、島シリーズです。はい、もうほんま島と言ったらもう海外行くようなもんやで。もうほんま海外行くのに一歩踏み出されんって人、もう島行って、うん、日本には離島が多い、しかも島には特有の文化があって、うん、そこでしか食べられへんような飯やったりとかがあんねん。で、今回岡山県の瀬戸内海に浮かぶこちら、はい、笠岡諸島に行くねんけど、大小さまざまな30近くの島にからなってんねんけど、その中で有人島は7つ8つぐらいで、こうやって高島とか、うん、白石島とか、北木島、大島、武島、帯島、大島、とか、うん、梶子島、梶子島、梶子ってあの奴隷島の、はい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 、そのまんまやんじゃん。そのまんまや、カジコっていう文化に残ってる島なんか。ちょっとあれは、これは後でチェックしよう。うん、で、今回行くのが、この港からフェリーで1時間ぐらいかな、あの、真鍋島っていうところに行くねんけど、はい、今回の目的やねん。うん、船でしか行けない、漁師食堂に行きます。はい。やばいよ、マジで船でしか行けない島にポツンとある有名な絶品の漁師食堂。視聴者さんからの依頼です。はい、やばいよ、楽しみやわ、マジで。ほんまこの人のおかげで来てるからな、うん、今回いつもあの視聴者さん公式 LINE にあの企画ありがとうございます。まあこれから日本だけじゃなくて海外も攻めてみたいなと思ってるんで、あの海外の企画もちょっと募集しております。概要欄に貼っときます。こんにちは、最近見るようになったものです。あ、最近の人、こちらぜひ行ってみてほしいです。船で飲みに行けるお店です。5000円のお任せコースのみ、店名が漁師料理漁家。うん、完全予約制のスタイル、うん、だから今回あの電話して予約を取って行くことになってんねんけど、笠岡諸島にある島です。よかったらよろしくお願いしますということで来ちゃいました。はい、でここ口コミとかで見てんけど、うん、すごいマジで評判いい、うん、おーいいな、うん、もう瀬戸内海、もう瀬戸内海やん、うん、瀬戸内海で取れた魚、それを生きたまま注文してからさばいて出してくれる、うん、もうそりゃもう食べきれへん量。あ、そんなにないや、うん、もうすごい真鍋島って言ったら落ち着いた島で、うん、で昔ながらの漁師町がそのまま残ってるっていう形、うん、いやだから今までな島シリーズ行ってきたけど、ほんまにのほほんとしたゆったりとした時間、うん、まあ俺らみたいな都会っ子で、うん、今最先端の YouTuber みたいな職業やっててでもあちこちあちこちいつも行ってるよ、うん、リラックスした時間を味わうことができるんじゃないかなってことで、うん、今回はいちょっとお腹いっぱい漁師料理食べてみよう、うん、それを皆さんにちょっとお届けして、多分こっからまた行く人増えるんちゃうかな、うん、島の魅力も共に伝えたいと思います。レディゴー。ようこそ日本遺産笠岡諸島の町笠岡へ。日本遺産認定されてます。いろんなものに認定されとるからな、笠岡諸島は。瀬戸内海国立公園にも指定されてるからな。ここや、住吉港の港小話書いてあるけど、こっから笠岡諸島に行けます。うわ、綺麗、めちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗やん。あ、券売機あった、綺麗、持ってる以上に綺麗。あ、あれ島宿サントラ、あそこに今日泊まります。そうで、今回行く予約制って書いてある寮か。でこんな感じで運行時刻表があります。笠岡の前でしょ。で、片道が1,040円、1人。というわけなんで、ちょっとチケットを買ってこの真鍋島、一番遠いんちゃう、うん、今回行く島は。だから1時間ぐらいかかるから、この住吉港から。乗船の時間になったら人が増えだしたな、うん、増えたな、うん、うん、結構多い。だから笠岡諸島って結構多分人気なんやと思う。うん、だってちなみに今から行く真鍋島のすぐ横の北木島ってところ、うんうん、はあの千鳥の大悟さんの故郷みたいな。あ、そうなんや。それで有名人関連で調べてたら、うん、今から行く漁家っていう食堂ある、はい、ほんまに離島のポツンとある食堂やで、うん、えげつないぐらい有名人行ってる。あ、そうなんや。もう有名人からアーティストからアスリートから、こんにちは、もうほんまにめちゃくちゃ行ってんねん。へえ、だから期待大平井大やマジで。しょうもないほんま。これかな、うん、なんか全部綺麗な、綺麗、めちゃくちゃ綺麗、うん、まあだから命を預けるに値するよな、うんうん、これだけ綺麗かったらな鉄の塊で海の上に浮かんで動くわけ。まあ確かにな。じゃあ乗ります。はい、今日だけに挑戦。はい、笑うとこで、いや、もう苦笑いしてる。すごい、
早いな、伸びて。県のふるさと村に指定されてる。古いそのまま漁村の町並みが残ってんの。うん、すごいわ。めちゃくちゃ、うん、でここ周囲 7.5 キロ面積が、1.49 平方キロメートル、人口が、まあ、180人いかんぐらい。昔はもっと多かったみたいだけど、でここ結構映画のロケ地とかにも使われてるみたいで。あ、そうなんや。1977年は獄門島っていう金田一耕助シリーズの小説を元にした映画ロケ地になってたりとか、あと1984年は瀬戸内少年野球団っていう、俺知らんねんけどめちゃくちゃ有名な映画のロケ地になってる。どれぐらい有名か言うたら、あの夏目雅子の遺作になってたりとか、渡辺謙さんのデビュー作とかになってるような映画の。俺それ調べてたらちょっとめちゃめちゃ見たくなってきたわ。何回もそのリメイク版みたいなのが出たりとか。あ、そうなんや。もうめちゃくちゃいい。わー、やばいわ。すげえ、ええ天気やし、うん、で、なんか猫の島って呼ばれるぐらい人口以上に猫が多いって聞いて。あ、そうなんや。猫が迎え入れてくれるぐらい猫多いって言ったけど、猫まだおらんな。うん、なんかちょっと沖島の時みたいな匂いすんで、あの猫島言われてたのになんか猫がいなくなったみたいな。で、もうちょっと目の前に見えてるけど。あ、ほんまや、こちらでございます。これか、漁師より、漁か。あ、漁師さんの使ってる道具が目の前に現れてて、うん、で、この景色ですよ。目の前がもう海、港で、漁師さんの船が並んでる。島にほとんどある船でしか行けない絶品の漁師料理を今から食べたいと思います。はい、やばっ、マジで楽しみやな、うん、ジョブロック。オーディションやん、オリラジの人、患者に。あ、誠二さんも来てるやん、お久しぶりです。めちゃくちゃ有名人が来てる、で、コースやからなんかどんどん出てくるみたいな。コースだよ、5000円で、あっちの席あんのやな、団体の席とかあっちな、A 席やな、A 席、特等席やな、ファイティングポーズ取ってベロにしがみついてくる。柔らか、トロッとしてる、柔らかすぎて。あ、思ってよかったって、え、こんなちゃうの、新鮮な魚って取れたての、めっちゃ滑らか、甘酢やばない、めっちゃ甘酢あえの、うめんの、うますぎる、甘酸っぱそのまんまや、甘酢、耳を澄ませばぐらい甘酸っぱい甘酸っぱいな、それは。あれぐらいの青春、あの映画はあの甘酸っぱすぎて見た後鬱なる人らしい。いや、そうなん、社会現象でニュースになってた。へえ、めっちゃうまいわこれ。もう思い出すわ、二人乗りして河川敷で彼女を乗せて甘酸っぱい思い出。まあ学生時代彼女おらんかったんけどおらんかったんかい。え、どんどん来んねんけど、見つけよ、ちょっとやばすぎるな、えぐいな、二人で。そうそう、多い、追い切れる。あ、そういや、
した時に、寮か食べてから来ますって宿の人に電話して、あ、そうですか、うちも夕食あるんですけど、多分もう食べれないと思いますよ。そこの宿もそうやけど、どこもめちゃくちゃ海の幸出してくれるらしい、うん、この宿全部そうらしい、寮かさん行ったらうちのご飯多分食べられへんと思うよって言われて、うん、そうです、なんとかなんか融通聞かせてくださいみたいな、もう融通っていう一番便利な言葉使って、うん、じゃあ なんとかやりますよみたいな感じで言ってくれて、いかんもこれ、びっくりやん、もう、こいつも生きとんじゃん、俺生きてるかもしれんな、全然、ね、それ動かしてるけどこれ、これやわ、溶けるほんま、イカ溶けるこれ、これ前で、天ぷら、全部パンチ力ありすぎドラマやったらキャスティングミスやで、全員主演ミスからおらん。ちょっと小麦にも見えることないよ。うん、そうやな。肉感やばいね、でも。めっちゃびっしり詰まってんの。ブレイキングダウンとかで、結構細身のやつ出てきたな。あ、勝てそうやな、みたいな。でも、バリパンチ力あるやん。なるほどね。ルフィみたいな感じ。中詰まりすぎやろ。どんな話しよ。いや、例え話しよ。見つけ。トロトロ、うん、噛んでないの、転がしてる舌で、うん、なくなるっすね、うん、こんなん食ったらもう大阪で居酒屋とかで刺身食われへん、そうやな、見つかっちゃうわな、魚違いすぎるな、うん、さつまいも、魚の以外も出んねん、出んねんな、ふっくらしとるわ、うん、秋だな、最近秋堪能しすぎじゃない、そう言われるおせやな、うん、タイトル、こっちの塩焼き、うん、ちょっと待って、食いきれる、えぐいな、ここに来てこの大物に来るとなんか独特な食い方に取りやすいようにこう、買ってあ、おいしい、めっちゃ海の味する、ここに簡単に取る、あ、すごいな、そういう切り方ちょっと待ってクリーンってみんなどうやって食ってんのね、食ってんな、でもめちゃめちゃうまいで、うん、量よ量、うん、砂糖からもうまそう、うん、うまっ、味噌めっちゃ効いてんねんけど、カニ味噌むしゃぶりついたの初めてよ、うんうん、俺もほじくるんじゃ無理やった、うん、しゃぶっていく感じがぎっしり止まっとんねん中に、うん、こう、うんうん、だからちょっとこれでまあ美味しい全部やフルコースやな、うん、ほんまにカニもそうや塩焼きもそうや刺身も煮つけも天ぷらもせやなほんまやな海の幸の幸せがちょっともう重なってきたもん、うん、全部よ それ以上幸せくれんでいいこれはすごいわほんまにこれ何の汁ですかいろいろ、はい、ご飯これでラストかなかな最後のやつかな多いよななんかうわっうまっ、うん、めっちゃうまいわめっちゃ出汁効いてるこれ熱帯飲まれへんわこんだけ出しついてる魚の煮汁ないわないなんか日本酒はあんま飲めへんねんけど、うん、日本酒よりもベロ酔いするから、うん、多分これと日本酒飲んだらめっちゃうまいな合いそうかうめっちゃうまいめっちゃ腹いっぱいやねん俺、うん、実はだねんけどずっと飲んじゃう、うん、ご飯これうますぎて手動いてます腹パンパンもう12割超えてるよ言葉でしたあーマジで腹パンパン20分目あこれす
すごいな、うん、これで1人5000円は安すぎる。大阪都会とかやったら多分2万とか行くて、うん、確かに、うん、それぐらいやな、絶対行くて、うん、動かれへんぐらい量も質もほんまたらふく、すごい良品しやったわ、うん、でもこれはちょっとわざわざ船で来る価値あるな、うん、船でしか来られへんけど、お写真聞いたらロケの人らもおるけど、うん、結構ほとんどプライベートで来てるらしく、有名人の人は。そうなんや、すごいな、うん、これ大勢で来て宴会とかしてこんだけの量あったら、うん、最高や、もうそれだけでも幸せやな、うん、旅行これだけでメインやん、もう、うん、あとも宿帰ってパーンって寝るだけ。そうやな、まだ下山族してないのけどな、うん、2時間ぐらい、うん、ずーっと食べてたな、うん、ありがとうございました、ごちそうさまです。美味しかったでーすちょっと待ってうわー、これこのままバッターン倒れて寝たいぐらいの感じやな、想像のほんま3倍ぐらい出たな、うん、確かに夜飯食われへん、これ食われへんな、うん、まだ夜まで時間あるから、うん、いっぱい散歩したりとかしてお腹すかして、ちょっとお腹すかしてぐらいじゃないと無理やな、うん、あれちょっと満足度やばいで、ランチで5000円ってなったら結構高級やん、うん、別にランチでもないねんけどな、みんな飲んだりとかしてたからさ、うん、全部めっちゃうまい、うん、めっちゃうまいけどほんまに申し訳ないけどちょっと残しちゃいました、もうお母さんに言ってちょっとすいません残っちゃいますっつって、でもお母さん分かってるやろうな、うん、であれ俺らだから2人であの量やん、うん、大人数でもうやったら1人分の量は変わらんはずやねんけどな、絶対変わる、変わる、3人で来てもあの量なんじゃないかな、その辺多分やけど、もうどんぶり勘定なんやろな、この卓に1匹ドーンみたいな、うん、品目は決まってるけど、うん、量に関してはどんどん出していってる感じやろな、うんうん、でも間違いないわ味が、うん、じゃちょっと宿行こうか、うん、俺は今どこ歩いてるか分かれへんもんな周囲 7.4 キロとか 7.5 キロとかやったら一周歩いてもまあ1時間半2時間、うん、でも俺今ほんまにちょっと歩かしてちょっとだけ腹いっぱいすぎて、あの幸せって多すぎてあかんねんな、超過しすぎてる幸せが爆発しそう、ちょっと一回座ろう、ほんまに苦しい、もう日向ぼっこで寝ようとしてるやん、もう苦しい、ほんまに苦しい、なんて贅沢なんだ、寝るやんほんまに、猫、猫来た、男前やな、ファッション性高いね、これほんまやな、顔もちょっとキリッとしてるし、おめっちゃ猫おるやん、めっちゃおるやんあっちの方もめっちゃおるわ、みんなが多分、いやみんなこっち来てるわ今、エサとかやってんねんて、ほら、うわごめんな、もう俺食いまくった後やね、なんもないね、え、めっちゃ来ためっちゃ来た可愛いマジかよ、めっちゃ可愛い、可愛いなお前ら、おお返事したで、なあ可愛いな、めっちゃ人懐っこいね、なあずっとおれんねんけど見て周り可愛い、なあほら こいつから寄ってくね、すっごい平和今日あっという間に囲まれたな、いい色しとんな、あれあれちゃうちょっと待って、あの家の方に、うん、あサントラって書いてるね、あそこやわ今回の宿、まあ食後のいい運動やな、うっチャックリで返事してるやん食いすぎてもうついてとるで、来るよな、てか俺らのさ旅動画ってさ日本の、うん、結構猫登場するよなおるな、うん、もうなんか警戒心ゼロなんやな、うん、でもここの人ら猫に優しいやんロナ、うんうん、書いてるわサントラコース普通に登山ないよこのあれは、えちゃんと登山、えめっちゃ急やん、うんもうだから途中から階段になってるわうわめっちゃ綺麗、うんめっちゃ綺麗、向こうの方に開けてるなんか広場みたいなのあるな、ほんまや、
なんか小学校とか中学校とかもあるらしいで、瀬戸内少年野球団の映画のロケ地はその中学校らしくて、木造らしいで、へえ、ちなみに今から行く宿は小学校移築した建物らしくて、手作りの露天風呂とかあるらしいで、ご飯もやっぱ夕食美味しいらしくて、でもちょっと腹いっぱいすぎるから、後でちょっと歩いて散策しよう、すごっこの道これサントラってとこ行くためだけの道やな、うん、何もないもん、山のこのほんまにヘリみたいなとこ歩いてるで、うわすごい、なんかいいスポットに自動車みたいなある、ちょっと今とお見舞い、ほんまにすごい場所にあるな、しまっておもろいな、みんなこんなとこにヤシの木が生えてるんだ、なんこっちだけなんかちょっとね、ちょっと麹島みたいになってるな、うん、あの別荘と、うんうんうん、あでもこれ下やって、うん、ってことはあそあの辺、あの辺や、目の前に海みたいなこと言ってたからやっぱあれかもしれない、うん、そこやな、うん、これ降りていったらもうあそこやな、ちょっと降りてみよう、うん、見えてきたな、うん、めっちゃ立派な建物、すごないここの音、鳴き声、ほら波の音と全然感動しない、全然全然聞いとってん、聞いとってんすごない8種類ぐらいの楽器が奏でてるハーモニー、うん、で手を取り合ってワルツを言う言うと思った好きやなそれ、すぐワルツ踊らすから着いた、着いた、ちょっとここやっていいよ、すっごいこっちなんか硬くみたいな、確かに目の前海やわ、おお、プライベートビーチとはこのことやな、うん、かまわるで、ほんまや、え、めっちゃいいやん、どうした、これはすごいな、そうそう、超えてたな、ロケーション抜群やな、うん、じゃあチェックインしようか、じゃあ、うん、あ、え、あれ、あ、もっと真鍋小学校、小学校の校舎やったんや、あ、でも校舎っぽいわ、めっちゃ、うん、ほんまやわ、廊下やな、うん、あ、あそこに島宿、サントラとか行けるわ、奥に海が続いて、桟橋みたいな、すんません、はい、あのチェックインでお願いします、はい、ジョブロック、こちら小学校の校舎を移築したって言ってたけど、うん、昭和41年に海から運んで解体した資材を持ってきてん、うん、小学校のでここに移築したってことらしいから、だからここは小学校の校舎をそのまま移動してここに建てたってことやん、すごいね、すごいよな、うん、え、とてつもないトラ、サントラ、え、言えん、あ、そうや、しないとサントラの前身、旧真鍋小学校、すごい、こんな形でアイコンになった小学校、残るのが素敵やな、うん、貝の標本、お前、全部に名前ついてる、めちゃくちゃ名前ついてる、こんな貝って種類あんねや、うん、でっかこの貝、ホラ貝、これピンク貝、これトウカモリ、あ、トウカモリや、見ながら言ってる、あ、水中貝もあった、見ながら言ってる、じゃあこれ何、これコボウテかな、何やったっけ、コボウラか、惜しいし、ちょっと見えとった一瞬だけ見えた何ここ、ここ談話室や、校長室みたいな、なんかほんまに置いてるもんがアンティークで、すごいなんか貴重なもんが置いてあるな、うん、ちなみにこっちや、こんなところにも西成が興味深い本いっぱいある、北野武史の新しい道徳、竹取物語、本棚は脳を垣間見ることができると言われてるからな、そうなんだ、だって本棚を覗かれるの嫌じゃない、お前こんな本読んでんねやって、その人の思考とかさ、興味がこう詰まってるわけやん、あーなるほどね、うん、あ、ほらこれさっき言ってた国門島、あー、ほんまや、うん、これ学びしまって、めっちゃ分厚い本、なんで、溜めてもらう、チリとか鍋です、個性があるのがいいな、その島ならではの、こんなこう変わったもん置いてないやん、ないな、こんなん初めて見た、階段の幅が昔やな、バリ狭い、伝わるかな、こんな感じ、こんな感じ、
どうかとかもな、ちょっと遠いな、学校っぽい。でトイレとかもあんねんけど、めっちゃ綺麗。ここにお風呂、あ、普通のお風呂もあんねん。あ、普通に綺麗なお風呂、綺麗なお風呂な。これ後で露天入ろう。うん、綺麗な、めっちゃ綺麗。洗面所の、え、だってこれらの部屋にもあったよな、洗面所。ありましたね、洗面台。うん、かわいいわこれ。七部島の猫やん。ここ長相って読むんかな。出発エンター。綺麗、綺麗な和室やな、うん、めっちゃ綺麗ほんまに。でもなんかところどころにこういうなんかおしゃれなかわいいこだわりを感じるよな、はい、ほんまやな。なあ、うん、まだお色直ししない直そうとしてるんかなと思って。ほら、からこれ開けたら途端に波の音すんね。お前やろ、うん、めっちゃいいや、うん、よく聞かんでも波の音でした。よく聞けば波の音でした。じゃあちょっと散歩しようか、うん、いや散歩するまでに、島回るまでに濃くない？うん、濃いな。この動画、うん、マジでめっちゃいい動画よな、うん、こういう動画好きやね。でこういう動画ほど伸びにかったりするんだけどな、うん、ほんまにここに暮らしたい、うん、だからこうこの動画見てほしいから、あのこの島に移住することにしますみたいなタイトルにしようかな。いいや、あ、知らんけど関西人やな。知らんけどっていいよな。めっちゃいい。超消しべきもんな、うん。マジで便利な言葉。ちょっと真鍋中学校行きたいねんけど、どの辺にあるかわかる？知らないにゃ。もうちょっと俺ら風呂の時間もあるから、でご飯6時半やからそれまでに戻らなあかんねんけど、真鍋中学校さっき来たくて。買い買い買い。映画のロケ地になったところらしいにゃ。知ってるやろ？めっちゃ有名な映画、瀬戸内少年野球団みたいな映画、あの渡辺健さん出てたやつ、島田紳助さんとかも出てた、あそこ行きたい。どこか分からへんから、あー気持ちいい。はい、教えてよ。いや言うか猫の恩返しじゃあるまいのに。そうな、またね。あ、気持ちそう人慣れしてんな、ほんま。めっちゃ気持ちよさそう。うん、バイバイ、また会おうな。何ちゅうほっこりですこれ。骨うずめようかな。一瞬で人間って幸せな気分になれんねんな。うんうん、あ、真鍋家住宅。真鍋ってあの四国中国地方に多い名前らしいね。ここが発祥らしい。真鍋っていう名字は。で、中学校は。あ、これ、あ、これか。うん、現在地。だからこっちってこっち。うん、じゃあちょっと一回小中学校。目指そう、うん、あ、ここも行きたいね、円福寺。ここもちょっと気になるね。よし、じゃあ目指そう中学校に。うんだからつなんなんその歩き方。ゆっくり走る。ゆっくり走る。うん、わあ、めっちゃいい。ちょっとみんな、ストレス社会を生きてるみんな、ストレス溜まってる人たち、うん、来て。しかもな、結構立地ええね。笠岡駅かどっかの前からもう出てるらしいね、船が、うん、ちなみに俺ら住吉港までは車で行ったけど、うん、JR 笠岡駅から結構近いらしいで、だからめちゃくちゃ立地いいってことやね、実は。うわー、金ほんまや。なあ、何の合図をする金なんや。郵便局もあって、え、これ左かな、こっちやな、うん、こっちまっすぐっす。こういう島ならではのな、こういう道がめっちゃいいよな、うん、これこそ家々の間こう、路地で。いや、家々やな。ああいう旅館もあったんやな、今やってるかわからんけど。ほんまや。何もない場所だけれど、感じやな。そうなってんな、さっきからそれ。咲かない花がある、心にふくりふくり荷物を静かに下ろせる場所。すごいな、うん、いろんな顔を見してくれんな、まだまだ。どうなったのかな、水路みたいな。ああ、絶対そうやな、ああ完全に。そうだけど、ここもなんかタバコ屋さんやったんやろうけど、うん、もう今は歩けないけど、昔ながらの日本家屋の。何のための石なの、何これ。
なんかお守りかな、うん、ここすごい大丈夫完全に行ってん な危ないなこれは倒壊する一歩手前やな見て中目の前に椅子ある怖っ奥までめっちゃツルが巻きついてる、うん、ここの目の前に椅子あるのやばいな、うん、うわこっちから見たらもう完全に崩壊するわ完全やなこれは、うん、やっぱところどころそういう倒壊してる家が目立つな、うん、家はたくさんこんだけあるけど住んでない家多そうやな、うん、あこんにちはこんにちはなんか映しようか。なんか道映して。はい。そう散歩して中学校行こうかなと思って。あの木造のね映画のロケ地になったとこ。はい。中学校は左。うん。うそ。これサンゴのすごいじゃん。サンゴや。な。すごい。ここの島すごくウェルカムやな。なんか挨拶したら、うんうん、なんかみんなが返してくれるな。こんにちはって言って。うんあそこもそうやったな。エレベーターでしか行かれへん。ああ、確かにそうやな。あそこもすごい挨拶返してくれたな。ジョブロック。すっごい立派な校舎。うん、木造の。こっちからも眺めめっちゃ綺麗。おお、うまい。建築記念スタンプって書いてある。建築の総合調査報告書って、うん。1947年に開校した。戦後やわ、うん、で多少の改築されてるがほぼ建築時のまま現在も校舎でしょちょっと待ってや戦後からほぼそのまま、うん、めっちゃいいところで授業とかなんやしてんだろうな、うん、すごいな、うん、帰ろうか、うん、俺らも久しぶりに聞いたチャイムバイバイ。なんじゃいそれ。バイバイ。またな。バイバイ。うん、まだや、まだやれと。まだやと。許すな。うん。二宮金次郎。二宮金次郎。学問の神様。うん。おったな、俺も小学校の時。あったん。ありました、ありました。ええー、じゃ賢やん。え、そうなの。見守られてるってことは、うん、学問の神様に。畑とかもあって、なんかすごいいい教育受けてそうやな、うん、めっちゃなんかすれない大人に育つそう、うん、優しい心、うん、そのまま耕しそうなんか羨ましい、あんな校舎で勉強できて、うん、こういうところで育って、うんまあ、ここで育てたら俺は YouTube やってないかもしれないけど、うん、でも島おったら外に出たいってなっていろんなとこにまた行くんやそんな結局ね結局立派やな。うん。立派な石の階段があって、社長か。もうほんまや。なあ。向こうもすごい路地だよ、うん。めちゃくちゃ風情あるやんこの島、うん。見てこっちの景色。ほんまに虫の音と猫の音と波の音と船の音しか聞こえへんな。うん、結構聞こえてたから。いやでもその、うん、なんていうか雑音って言ったら言い方悪いけど。人工のな。そうそうそう。音が聞こえへんな、うん、でも今のでチンヤはあの人が作ったもんは雑音っていうちゃうて、出てきへんかった出てきへんかった高野山の真言宗のお寺でございます、うん、なんか優しいな誰の胸にもポッと小さな明かりが灯っています、うん、出られへんかこの時間は人がおれへんか真鍋島には、うん、四国の80、うん8箇所なんだよ、ね、お参りのやつあるやんその番所の各スポットの砂を一斉にここに祀ってあるとか置いてあるみたいな、うん、だからここに訪れたら、うん、四国88箇所を訪れたってことになるみたいなえチートやんもう88箇所分がここでいいってこと、うん、やばいやんそれ88の番所があんねんてで真鍋島にあんのかなうんこちらのお堂の中にはその番所の砂が集められてますここにお参りすれば80箇所分お参りできたことになるそうですうーんちょっと一回お参りしとこううんえなんかお地蔵さん可愛くない可愛いなちょっとポップじゃないうん微笑んでくれてるわああお参りしとこうか
めちゃくちゃエモい音と景色がね、うん、マッチしとるわ。なんてこった景色良すぎるやろ、うん、じゃあ露天風呂やな、うん、海を望む、まあ、目の前海やもんな、うん、えどんな景色か、よいしょ、しゃべろ、うん、どうですか、やっべー、おめっちゃすごやばいよな、うん、開放的すぎやろ、やばい、やばい、うん、塩水よ、源泉って書いてたよな、うん、天然温泉みたいなの書いてたよ、うん、1個だけすごい光景を見てしまって、何、何あれ、あっおう、おるな、何あれ、船虫、船虫海近いもんな、まあ横やもんな、あ、ほんまや、もうめっちゃおるやん、これやで、目の前すごすごい景色やな、すごいわ、うわ、マジでいい、やばい、最高な時間を過ごしてるわ、うん、うん、うわ、開放的やな、うん、ほぼ海やで、こっから、うん、届くな、届くで、波届くで、うん、確かに荒れてる日来そうやな、来そうやんな、いやちょっとな、今回の旅はほんまに良かった、うん、あの定期的にやっぱ島来るべきやな、うん、こんなにゆったりとした時間が流れるかっていう、うん、だけどこうまだちょっと人少ないの、うん、そんなに多分観光客が多くない、うん、だからこそマジでいい、うん、ほんま道ずーっと散歩してたけど、あったん1人2人3人とかやねや、うん、でほんまにのどかに優しくこんにちはみたいな感じで言ってくれんねや、うん、ほんまに都会の喧騒を忘れさせてくれるめちゃくちゃいい島でしたね、うん、ご飯も美味しいし、人もいいし、景観もいいし、空気もいいし、この露天温泉もいいし、いい旅ができました。あと飯食うて寝て、うん、大阪帰ろう、おい、ちやばいな、やばい最高やん、すごいな、今日絶対世界一幸せやって、うん、昼あれでも食えるもんやな、うん、腹減るもんやな、まあ、ちょっと減ってきたな、組んであげる、あ、何やそれそうなるわな、正解答やったなお疲れ様です、そもそも取りに行ってる人なんか、うん、取りに行ってんやろな、もう神さんがか、旦那さんか、うん、とか、親類が、うん、やばい、まあ、交通費は別として、うん、1人2万ぐらいあったら、うん、だからてんこ盛り、うん、パーティーやな、うん、昼と夜でとんでもない暇やな、うん、この山からポトタイの昆布締めの天ぷらと、めっちゃボリュームすごいわここもやばない、うん、天ぷらの生きてさ、うん、過去一じゃない、うん、量もそうだし、うん、質もそうだし、うん、これちょっと認定するわ、何に上位さんに勝手に日本遺産にも認定されて、うん、ちょっとなんか国立公園にも認定されて、うん、でここ岡山県のふるさと村にも認定されてるやろ、うんうんうん、ただ、うん、一番上の上位さん、上なんや、それよりも略して上位さん勝
カラオケみたいな。ジョーさんと言うてもぜ認定するわ、ちょっと。ちょっと心からみんなに勧めるわ、ほんまに飛ぶぜ、ストレス、全部カップルで来てもいいかもな。いや、じゃあ基本そうでしょ。いや、逆に何を言ってんすか。怖い怖い怖い。ちゃうやん、なんか最近の女性って映え系とか好きやん。あ、はいはいはい、とか、洗練されたビラとか、グランピングみたいなとか、なんかそういうの好きやん、じゃなくてこういう和の風情を感じる、旅の情緒をこうかきたたらせてくれるような、そういうのゆったりとした旅ってなんか好まんかったりするやん、若い人は。分かってないな、ほんまに参考やで。来た方がいい、騙された思って、なんか生きてることが嬉しい、まだまだ更新しまくったんの思い出を、そういくんや。これあるっすよ、これあるっすよ。あったんかい。やべでしょ、ワイルドやな。歯にもいいし骨にもいい。ほんまっすかそれ。これこのタイやな。なんかこれはもう骨ごといけるみたいな。バリバリいけるみたいな。わあ、ええ音。なるほど。やっぱ鮭なんだ。もう丸めてるな。焼酎の。ウーロンカレーすごいね。田舎と都会のそういう居酒屋とかで二分されてんねんて。田舎はほとんど入れてくれるの、濃いやん、西成もそうやけど、めっちゃ濃いやん、めちゃくちゃ濃いこれ。でもやっぱ南波、心斎橋、東京とかの居酒屋ってちょっと薄いやん、全然ちゃうやん、全然ちゃう、ほんまに同じ飲み物とは思われへん、これ二口で来てんの、ハモいいやな、このハモの。ハモ好きっすよね。ハモ好きやん、ハモとさ、この梅肉をさ、掛け合わせたやつってマジで天才よな、もう一択やもんな。だからなんか修二とアキラ出会わせたみたいな、二人で一つだったやつらやみたいな、ハモっていいよな、しかも名前もよくない、ハモって。ハモって名前してない、食感とかハモハモしてるやん。あ、もうそれもう何とでも言えんねそれ。絶対名前ってめっちゃ大事な気がする。ジョーブログもジョーブログじゃないとあかんかったりするよな。確かに名前は大事。ジョーじゃないとあかんかった。あ、まあ確かに。深夜じゃないとあかんかった。でも俺本名正宏やん、これ正宏やったとしたら、もっと優しい、俺の中で優しいやつが正宏やん。人に優しくするやつが正宏やん、でも俺にとってジョーっていうのはめっちゃ好戦的なヒーローやん、チャレンジ精神旺盛でどこにでも行くやつやん、自由志向で、その二人が共存してんやん、だからジョーじゃないとかね。何を笑いに、もう笑ってもってるやん。いや、でも大方食うたで、すっごっ、俺らすごいな今日、過去一やな、この魚の量。いや、これは過去一よ。食べれんねやっていうぐらい食べてるで今日、なんかさ、携帯いじんの忘れるよな、こういう場所来たら。確かに電波ちょっと弱いけど、けど携帯いじろうとせへんくなるよな、物理的な距離なんやろな、海外おるときもちょっとなんか、ああそうやな、忘れるやん携帯いじんの、マジで SNS デトックスするよな、めっちゃいいな、だから強制的にこういう場所になんか自分を投げ合ったらさ、絶対抜けれんちゃう。だってなんか家おったらなんか俺もそうやけど、TikTok とかちょいちょい見ちゃうもんね。まあそやな、いいよったら見るわな、でも勉強のためって思って見たりとかするけど、SNS でもなんか余計に見すぎちゃったりする瞬間あんもんな、全然。気づいたら水曜日のダウンタウン見ちゃうしな。おもろいから。多分あれガチのドッキリやしな、わかるよな、作り手からしたら。昔はやらせあったんやと思う、けどガチにしだしたやろ、でも練習の許可取ってんねやろな、
なんか大体その芸能界とかってマネージャーがちゃんと教えてくれるマネージャーなのかそうでないのかみたいな、多分演者と多分相談し合って、ドッキリのご依頼が来たらどうしますかって多分本人と相談して、いや俺は言わない方がリアクション取れるんで言わないでくださいって言うタイプの演者なのか、いや俺はもう毎回言わないとリアクション取れないタイプなんでみたいな、先に気づいちゃうタイプなんでっていう、なんかその2パターンに分かれると思うんや、やねんけど演者の反応を見てたら、水曜日のダウンタウンドッキリはマジよな、いけない方のリアクション取ってる人も多いもんな。ああ、まあそうそうやな、え、これテレビ的にアウトやろ、それでもうズドンとそのタレント自体が落ちちゃうやんっていう、いけない方のリアルなリアクション取ってるっていうのを見たら、あれガチってわかるな、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。もう満腹でほんまに幸せやったわ今日は、うん、え、まだ8時か、うん、え、これは6時半から食うとったやな。そうっすね。ああ、だから1時間半食うとったんか、うん、めっちゃいい時間やった、ほんまに、うん、定期的に大事やな、こういう時間の流れのリズムを変えるような、うん、だんだんそういうのやらんようになるやん、多分、うん、みんな目の前のことに必死で、この今目の前の大事やと思ってるこの業務みたいなポンと置いてみて、違う世界に飛び込んでみよう、うん、一回あれってなる、うん、あれ目の前を凝視してたこれって実はちょっと一歩引いたら別にそんな大事でもなかったんかもしらんな、うん、ってなるかもしらん、実はもっとこう自分って自由やったんちゃうかなとか、うん、もっと俺ってこうやったんちゃうかなとか多分思わせてくれるかもしらん、うん、物事の視点とか変えれるかもしらんな、うん、うん、なんかみんな何かを解決しようとして必死やん、今の目の前の何かを、実はそれは解決することすらいらなかったりするかもしれないな、うん、別に俺がなんかそう今思ったっていうより、なんかそういう視点を変えれるなっていうふうに思ったな、うん、ここへ来て時間のリズムが違うからこそ、いやーよかったです。はい、ちょっとゆっくりしてるけど寝よゆっくりして寝よ、うん、何やそれよし、寝ようか。いや、身も心もお腹いっぱいや、うん、うん、ちょっと最後な、おかみさんに海ボトル見せてもらって、うん、ここの、ほんますぐ前の海岸で、うん、めっちゃくちゃ綺麗だった。めちゃくちゃ感動した、うん、びっくりした、俺初めてやわ、うん、初めて見た俺も、うん、その映像をご覧ください。うわ、すごっ、すごっ、え、いくすごい、めっちゃすごい、そんな光るんや、うん、生きてるんですか。生きてますね、生きてます、動いてます。だってピョンピョン跳ねるん、これね、こうしたら泳ぐ、こうやって、ほら、うまい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 、どれどれ、うん、海におるんですか。そう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 、すっごい、砂浜に潜ってる、ほら、うわすげえ、うわ幻想的、うわすげえ、すげえ、うわすごい、すげえ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 、すごいな、すごい、星みたい、ああ、うわ、おお、なんか魔法使いみたいな、魔法使いみたいな、ほんまに星みたいやな、ちょっと綺麗、星みたい、ほんま、ほんまに綺麗やった、うん、びっくりした。山のホタルと違ってさ、うん、川とかのあるホテルと違って、まあ、気持ち悪いしな、うんうん、ちっちゃいもんな、そう、うん、あのリグのホタルな、まあ、ちょっとゴキブリみたいな、あれは、うん、マジで光ってなかったゴキブリっすね。あ、まあ、あれはあれで飛んだりとかし綺麗に、あんまり綺麗なとこにしか生息せえへんからさ、うん、いやでも海ボトルってあんな感じじゃないの、ちっちゃくて、うん、いやでもここのおかみさんも優しかったな、うん、優しかった、うん、海ボトルも見せてくれたりとか親切にしてもらってな、うん、途中声かけてくれて、うん、めちゃくちゃいい宿やなここ、うん、なんかいい島旅やったな今回も、よかった、うん、マジでここは上位さんやわ勝手に認定すなって今までどこの島旅が良かった。なあ、あそこ桜島から行ったとこ、桜島から行った新島か、新島、あ、新島、あそこが一番なんか思い出に残ってる、うん、ご夫婦二人と犬がおった、そう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 、これ良かったな、まああそこはそれはベストやわ、二人がすごくお世話してくれて、うん、なんかすごいいい時間をな、うん、あ、しかもな、せやな、神に選ばれたものしかちょっと上陸できないみたいな、そう、縁を感じてめっちゃ、あ、パワースポットみたいな感じだったもんね、うん、いや俺意外と池島やわ、あ、池島か、なんか、うん、異次元な感じやった、世界に俺たち二人しかおらんみたいな気分にさせられて、はいはいはい、公民館みたいなとこ泊まったな、あの島全体に異様な空気が流れてて、建物とかがブワッてあんねんけど、うん、なんか地球が滅んだ後みたいな、うん、で俺ら二人だけおるっていう、で昔都会やった場所とか歩いてるっていう、あの空間、異次元な
時が止まった感じが、あそこ一人ではだって行けへんやん多分もう、うん、行くことなさそうやな、あ、あそこの食堂ももう閉まったらしいしな、あらしいですね、おばあちゃんの猫いっぱいおったところ、うん、今回もちょっと思い出になったら、うん、上位者に認定や勝手に認定やねほんま非公式やいやもう俺だけはこうなんかよくあるやんぶらり旅みたいなとか、はいはいはい、人間国宝とかそう、でも番組でだってこうせっかく作ってやってるだけやん、まあそうやな、うん、一緒やろそれ、うん、なだから女医さんに人気ご飯の量と質で言ったらほんまトップオブトップやな、うん、まあここはなんか一人何倍や13,200円とかやったっけな、うん、夕食と朝ついてて露天風呂もやってとかって感じやんな、うん、よしじゃあ寝て明日朝飯食うて、うん、またフェリー乗って帰ろか、おいっす、この海を渡るっていうのがいいな、うん、日本はこうやって離島がいっぱいあるから、うん、ちょっと違う異文化の海外に来たみたいな気分にさせられるから島旅はいいぞほんま、うん、ほんまにいいぞ、うん、島そこだけの文化を感じる喋りながら寝てるやん、終わったなになにみんなおやすみ、ああ急やな、おやすみなさい、おやすみ、ありがとう、はい、それくれたっけ、やりたい